夏に食べたくなるものといえばアイスクリームですよね。最近では冬にあったかい部屋の中で食べるのも定着しつつあります。誰もが食べたことのあるアイスですが、突然販売中止になって悲しい思いをしたことはないでしょうか。アイスは新商品が毎月出ているので、競争があるのは仕方ないことなのかもしれません。しかし中にはアイスも溶けそうな熱い要望を受け復活を果たすものもあります。今回は一時期販売中止になったものの、その後復活したアイスについて見ていきましょう。こんにちは、ペックです。アイスはたくさんの種類が売ってますが、中には販売中止になるものも出てきますよね。好きなやつが販売中止になるとがっかりしますよね。でも中にはその後復活するアイスもあるんです。販売中止になったアイスにまた出会えた時の感動は半端じゃありません。今回は一度販売中止になったものの再販されたアイスについて見ていきます。1. サクレシリーズ。サクレといえばかき氷のアイスでも定番の商品ですよね。冷たい氷の食感と爽やかな柑橘系の酸っぱさが夏にはたまりません。サクレは1985年に販売されたロングセラー商品です。開発当初流行っていたレモンスカッシュにヒントを得て作られたのだとか。当時は果物を入れたアイスがあまりなく、まさにサクレはパイオニアとも言えそうですよね。冷凍庫から出してもすぐにスプーンが通るちょうどいい氷のサクサク感が他社商品との大きな違いのようです。サクレのサクってサクサクレモンの略だと思ってたんですが、メーカーによるとサクレはフランス語で神聖なという意味で、サクサク食感の響きと合わせてサクレと命名されたそうです。サクサクはちょっと関係ありますが、レモンは全然関係なかったみたいですね。よく考えたらサクレのイチゴや小豆もサクレって言いますもんね。前振りが長くなりましたが、サクレはある理由で一時期販売中止になったことがありました。30年間も国民に愛されてきたサクレに一体何があったのでしょうか。そこにはサクレの製造元すら予想できなかった衝撃の展開があったんです。サクレが販売中止となったのは2018年8月頭。レモン、オレンジ、白桃、小豆、マンゴーの5種類です。販売中止になった理由は猛暑の影響により売れすぎたためだそうです。確かに2018年は猛暑で、平均気温が1946年の統計開始以降最も高くなったみたいですね。暑い時はアイスがいい、そんな思いからみんながサクレを求めた結果、生産が追いつかなくなり一時販売中止となりました。その後8月下旬にサクレは販売を再開、現在まで売られています。2. トルコ風アイス。2020年9月にあのトルコ風アイスが復活するというニュースがありましたよね。トルコ風アイスとはお餅のように長く伸びるアイスとして知られています。アイスには粉にしたでんぷんが練り込まれていて、それがトルコ風アイスの伸びる理由みたいですね。2002年に新発売したトルコ風アイスは大きな人気となりましたが販売終了に。しかしその後2014年11月にトルコ風アイスバニラを復刻販売したところ、大きな反響を呼び短期間のうちに完売となりました。トルコ風アイスの人気は止まらず、チョコレートやソーダ、コーヒーバニラ、ヨーグルト、ラムネなどフレーバーもたくさん出ていましたよね。再販されては終了し、また再販を繰り返している人気商品ですが、2020年に再び復活、トルコ風アイスメロンソーダフロートが販売されました。しかしそもそもトルコ風アイスってなぜ販売中止になったかって知っていますか？実はとんでもない大人の事情があるんです。もちろんメーカーから発表があったわけではありませんが、ネットの噂によると製造元の雪印めぐみるく株式会社が株式会社ロッテアイスとともに成立した合弁会社での協議の結果、雪印ブランドの使用を終了することが決まったからだそうです。また2つの会社の資本関係が解消してからは、ロッテアイスが雪印ブランドを継続して使用していたみたいですね。雪印メグミルクといえば昔事件がありましたが、少なからず関係しているのかもしれません。もしくは普通のアイスとはちょっと違う感じなので、最初は受けたものの、その後人気が下火になってからはあまり売れなくなったんじゃないでしょうか。どちらにせよまた復活したみたいで良かったですよね。 3. ルマンドアイス。ルマンドアイスはブルボンの主力のルマンドをそのまま使ってアイス仕立てにしたものですね。サクサクとしたクレープ生地の食感とアイスクリームの贅沢な感じの甘さが美味しいアイスです。中にルマンドが丸ごと入っているのが粋な計らいですよね。ルマンドアイスは2016年に地域限定のアイスとして新潟県および北陸3県で販売開始がされました。当時はかなり話題になったみたいですね。その後販売地域を拡大してほしいという声が殺到し、徐々にエリアを拡大、関東地域でも売られるようになりました。高級感のある独特のパッケージなので、食べたことはなくても見たことある人はいるかもしれないですね。そんなルマンドアイスですが、一時期店頭から姿を消したことがありました。
事件か事故か、一体なぜルマンドアイスは消えてしまったのか。そのルマンドアイスが一時期姿をくらましていた理由は、なんと売れすぎたためだそうです。もうアイスの一時販売中止イコール売れすぎって定番なんですかね。なんと飛ぶように売れたため生産が追いつかず、富山、石川、福井の3県で一時販売中止となり、新潟県のみの販売になったんだとか。マジかよって感じですよね。これにより SNS では悲しみに暮れるファンの声が噴出したとかしないとか。ブルボンはこの事態にできるだけ早く販売再開できるよう努めるとコメントを発表する事態にまで発展しました。しかしその後無事に復活し、2020年には新作ルマンドアイスキャラメルが販売されました。ルマンドアイス人気はまだまだ続きそうですね。4、ポプシクル。日本のものではないですが、海外に面白い理由で復活したアイスがあったのでご紹介します。アメリカとカナダで超有名なアイスにポプシクルというやつがあります。色はどぎつい黄色や赤で、まさにアメリカの商品って感じの濃い色をしています。アメリカ合衆国とカナダではめちゃくちゃ有名な商品で、アイスといえばポプシクルと言われているとかいないとか。そんな有名な人気商品ですが、シリーズの一つ2本で1本になったダブルポップスという商品が販売中止になったみたいなんですよね。形的には日本でいうダブルソーダみたいなやつですかね。アイスをシェアするのは日本もアメリカも同じなんですね。そのダブルポップスが消えたそうなんですが、そのことにいち早く反応したある人物の一声によって復活を果たしています。その人物はなんとジャスティン・ビーバーです。ジャスティン・ビーバーといえば説明するまでもありませんが、グラミー賞を受賞したり、アルバムが全米通算3週1位を獲得するなど人気のミュージシャンですよね。ジャスティン・ビーバーとポプシクルの間に一体何があったのか。ある日ジャスティンはダブルスティックポプシクルが見つけられない、なんてことだ、どうかこの商品を復活させてくれとツイートします。するとそのツイートにメーカーがすぐさま反応し、驚きの行動に出ます。個数限定で復活します。でももしこのツイートが10万リツイートされたら、みんなも食べられるように完全復活させますと発表したんです。まさに鶴の一声、こんなに簡単に蘇ってしまうんですね。ツイッターを見たところ、すでに10万リツイートを超えていたので復活したんだと思われます。好きなアイスを復活させてしまうジャスティン・ビーバーはやっぱ大スターですね。5、ハーゲンダッツ花もちきなこ黒蜜。ハーゲンダッツといえばちょっと高級なアイスという印象ですよね。アイスって1つ100円以下で買えるものも多いので、300円くらいするアイスは少し高く感じるかもしれません。しかしちょっと高くても食べたいと満足感を約束してくれるアイスがハーゲンダッツですよね。昔からあり人気商品であるハーゲンダッツですが、その人気ゆえに一時期販売停止に追い込まれた商品がありました。それはハーゲンダッツ花もちきなこ黒蜜です。2015年に花もちシリーズとして新登場したきなこ黒蜜。ミルクのアイスに黒蜜がベストマッチし、その上に乗せられた柔らかい餅ときなこがファンの心を掴んだらしく、販売後まさかの速攻で売り切れ。メーカーも予想外の出来事に驚いたことでしょう。売れすぎからまさかの完売中止に追い込まれます。その後9ヶ月の時を経て再販されましたが、期間限定商品だったのでまたしても販売が終了してしまいます。しかし2020年秋に SNS で再び再販すると話題になりました。今回は復活したきなこ黒蜜に加え、ニューフレーバーの栗あんも登場です。それだけ人気があったってことなんでしょうね。ということで今回は1回は販売中止になったものの、その後復活したアイスについて見ていきました。昔食べていたものが期間限定で復活してくれると嬉しいですよね。最近は新商品や評判のいい商品はネットですぐに口コミが広がるので、人気の品は即完売になりやすいのかもしれません。皆さんの復活を望むアイスは何でしょうか。よければコメント欄で教えてください。それでは今回の動画を終わります。最後まで見てくださった皆さん、ぜひグッドボタンよろしくお願いします。次に見てほしい動画は、これ。